コーヒー。改めましておはようございます。時刻は夜の9時です。私たち人間と銀河系生物が初めて手を取り合う記念すべき今日、そこには新たな一歩がある、大きな一歩がある。私たちはあなたたちと協力し、銀河支配をもくろむ悪に勝つ。素晴らしいじゃない。そして株価も。そう簡単に上がるかね。ブレるつもりはない。私は私のやり方でやらせてもらう。あなたたちが私の父を殺せること期待している。あらあら、嫌われちゃったかな。簡単に信用するのは危険かと。石はどこだ。奴らの狙いはあの石だ。うちの城の地下にある。こいつを信用したということだね、マルコ。あんたら二人に襲われたからでしょうが、それに自分が信用したのは大蔵省と執事の姉ちゃんっすよ。ひどい。我々はかつてこの銀河を支配していた竜を崇めていた一族、その血を称える者。それも私で最後になった。そしてトカゲとは竜になる前の存在。あの石は我々が生まれるよりもはるか昔から存在する。もし憎しみに溺れているようでは、あの石は危険だ。ガッちゃんの星のものなんだから返すよ。手数料だけちょうだい。言っただろう、憎しみにとらわれていてはあの石は扱えない。今の私は血にまみれている。扱える代物ではない。それに私が欲しいのは石ではない、アスタロトの首だ。決まりね。それではあの石はうちの地下で預かります。地下金庫の鍵は2つ用意されている。私のものと姉さんのものが合わさらないと決して開かない。もちろん姉さんには指一本触れさせない。まるで敵みたいな言い草ね。まあいいわ、私憎しみにまみれたことないもの。いずれにせよ、あの石には私たち人は触れられません。テストを行いましたが、鉄も一瞬で溶解し、水滴一つで爆破が起きたほどです。ガム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 。なんか遠いところまで来ちまったな。それが冒険。やると決めたら抜かりなくやる。うん、マルコの故郷守る。あっちゃんの故郷は？ブラックホール。そこには何もない。あるけどない。友達いない。家族いない。一人。うん、マルコと同じ思った。でも今違う。あ、歯磨き粉たくさん食べたら大きくなった。ウケるな。君と出会ってから随分と変わった。初めて会った時の君は死を欲しがった。うん、ごめんね、昔の話をしてしまった。長く生きすぎたのかな。こっちこそさせん、付き合わせちまって。いいんだよ、君には君の宝がある。この戦いが終わったらまた銀河に帰ろう。もちろんすよ、人間だけじゃない、地球の生き物だけじゃない。この銀河にはいろんな生き物がいてさ、めちゃくちゃな価値観が常に形を変えて漂って、生まれては消えて生まれては消えてを繰り返してる。シュババーって眩しいんだ、驚くんだ、新しいものに会うと。だから好きなんだ、銀河中のすべてが宝物に見える瞬間があって。あん時諦めんでよかったなって思う。うん、しぶひ。マルコ、いたいた、よかったわ。あ、
写真屋の。見つかったのよ、あなたの写真。え、マジ？ほら、これは宝の地図合体の瞬間。緊張の一瞬。とりゃ、ブッホ、魚類。私は魚類から生まれたのか。あ、ごめんなさい、そっちじゃないわ、こっちだったわ。はい。これが、お母さん、美人さんね。パタ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 。銀河流って知ってるかい？いっつもお腹は腹ペコで、自分と同じ形のやつもいない。どこへ行っても抜け物で、すぐブラックホールに隠れちまう。いいのさ、僕は平気なのさ。眠ればすぐに忘れちゃうのさ。いいとこなんて特にない。友達できてもあっという間、サイムはペロリと食べてしまう。いいのさ、僕は平気なのさ。眠ればすぐに忘れちゃうのさ。噂はすぐに広まった。お腹が空けば目白から姿を現すから、みんな怖がって、四方八方、深夜徘徊、けんけんごうごう。すぐに誰もいなくなった。いいのさ、僕は平気なのさ。眠ればすぐに忘れちゃうのさ。たくさん時間が流れた。ある日のこと、銀河流は子供を見つけた。友達になろうとしたけど、もうやり方を忘れてしまった。お腹が鳴った。ペロリと食べてしまおう。食べ方は覚えていたんだ。すると女の子は言った。今食べても美味しくないよ。命乞いかな。銀河流は思った。確かに骨と皮と少しの髪の毛、歯に挟まるだけで美味しくなさそうだ。まだ大きくなってから食べた方がいいんじゃない。女の子は続けた。その時の彼女の瞳は黒くて深くて、まるで銀河の中心みたいだったんだ。真っ黒なのにキラキラと輝いて、一瞬で吸い込まれそうになった。パーッと弾けて、美味しいものを食べた後みたいにぐっすり眠れそうな温かい気持ちになった。初めて仲間を見た気がしたんだ。だから銀河流はね、その子を肥やすことにした。ブクブク太らせてから食べようと、きっと美味しくなるに違いない。そう、約束したんだ。恋とかじゃないんだ。ただ約束をしたんだ。可愛くて大きくて美味しそうなその子の姿を想像したら、安らぎを覚えて、眠って起きてもその温かさは残っていたんだ。いつまでも残っていたんだ。マルコと銀河流。マルコというそうだね。とても活躍していると聞いた。ええ、うちの自慢の生徒です。最近帰ってきたみたいで。どこから？銀河から。宝探しをしに地球へ来たようです。そうか、まだまだこのゴールドコードには宝がある。と、それを狙う邪悪な存在が空から降ってくる。なっはっはっは、倒せば支持率アップなのだ。で、ここは？動物園だ。動物園なんて久々ね。ユニコーン、かわいい。なんて生き物かしら。ユニコーン、ユニコーン、ユニコーンって鳴いてるユニコーン。ユニコーン、コーン、コーン。
コーンポタージュ、コーンポタージュ、コーン&コーン。豊かな音色。かわいい。ユニコーン。飼いたい。テラ、ユニコーンは伝説上の生き物です。動物園にいることはないと思うのですが。だとしてもよ、目の前にいるじゃない。いや、なにあの光。不死鳥。不死鳥だわ。フェニックスですか。フェニックス。ユニコーン。ユニコーンかーい。こんな素敵な動物園があるなんて。住所は金紐市 1-1-1 となっており、私立公園のはずですが、しかし暑い。火の粉の鬱陶しい鳥ですね。あ、見て見て、あれ寝てる。あれ何かしら。キャー、ホワイトタイガー、食べられちゃう。ユニコーン。ユニコーンかーい。もともとは私立公園だったが、住民から不思議な動物の目撃情報が増え、さらには謎の建築物が。入園料も取られました。しかしなぜこのような景観に。担当者に聞いたところ、金紐市に動物園はなかったので良かれと思い放置していたらしい。動物園は愛を与える場所だからと。愛。ああ、この金紐市は愛を与える市であってほしいと。ご本。恥ずかしながら私も思う。愛を与えられるなんて素敵ではないかと、次のマニフェストに入れ込もうと思うのだ。愛。私も素敵だと思うわ。愛。何もないより愛があった方がいい。黒崎もそう思うでしょ。目に見えないものを信じるのもどうかと思いますが。どうしたの黒崎。いえ、妙な気配が。気配？先ほどからシュルシュルと物音が。やめろー、マニフェストが考えられなくなる。離せー。楽しそう。なんて名前の花かしら。下がってください。ただの植物ではありません。高いとこ怖い。次私あれ乗りたい。危険です。下がっていてください。秘技を発動します。出た、黒崎の秘技。秘技を発動するとき、秘技を発動すると報告してくれる律儀さが私は好きよ。秘技、人体発火術の一つ。少々お待ちください。フェニックスの火の粉を使います。ユニコーンの火の粉よ。紛らわしい。人体発火術、火炎崇拝。目を覚ましてください。植物に滑舌などありません。いやー最高じゃないここ。これは早急に解決せねば。ふん、見苦しい。砂の惑星に草木などない。草木よ、ザン。そしてザン。そして枯れろ。
造作もない。これが生徒会参戦士のうちの一人、発声豊か。はい、ゴールドコードを守る戦士です。発声豊かちゃん、サインください。誰だそれは。学生としての届け出状の名前だから気にしないで。危険、下がって。ユニ平気であの可愛い生き物を狩れるのね。よく見ろ、こいつらはミュータントだ。惑わされているのはあなたたちの方。にぃ、よっと、あたしやることないな。マルコは運搬係だ。さあ、その機械車輪に乗せろ。行くぞ。お前は走れ。あなたが降りて。まあまあ、喧嘩しないでくだせえって。そもそも三人乗りは禁止ですよ。じゃあ、マルコが降りろ。はあ？絶対やだし。青い空、青い星、手塩にかけて、10年、どんどん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 どん、愛で、満ちてきたな。この店の料理人を呼べ。大将、呼んでますよ。あれですよ、先週開発した大将秘伝の48時間かけて熟成させたそばつゆがやっと評価されたんですよ。クソまずい。グーン。まずい理由は明白だ。味がしない。味がしないものを私の体は喜ばない。よってこのガルグイユ、宝剣シーラカンスの名のもとに、この髪の毛のような食べ物を断罪する。へい、ガッチャン、シーラカンスのガッチャンよ。こいつはつゆにつけて食べるんすよ。え、つけてなかったの？何？それは失礼なことをした。この星の作法を知らなかった。ではこのつゆというものにつけて食べるとしよう。む、これはまずい。え、嘘。うえ、まずい。私は美味しいと思う。もう自分もセーフ。お前たちには味覚がないのか。こんな商品を提供していたなんて。つゆにつけて食べた方がまずいおそばなんてあるんだ。カレーお待ち。カレーに逃げないでくださいよ。あ、皆々様方、今日はどちらへ？この町を見て回る。しばらく戦場になるだろう。有利な地形を把握し、陣を敷く。私のテント勝手に使われたんすよ。幸い、この町は高低差があり、森もあれば海もある。兵はいつ用意できる？いや、できねえんじゃねえすか？数で攻められたら終わりだぞ。持ち場死守の戦いになる。一人で何体やれるかが勝負。ずいぶんと楽観的だな。今日のニュースです。公園に今話題の水分補給少女が現れました。何あれ、変なニュース。はい、こちらご覧ください。昨夜公園の噴水が空になるという事件が起きました。インタビューしてみましょう。あなたの味覚もおかしいと思う。噴水の水がうまいっていう人にうちのそばはまずいって言われたんですか？砂の惑星に生まれた身としては、やはり水のうまい星に憧れがある。いつか亀いっぱいの水を飲み干すのが夢だった。その夢を叶えたというわけだ。惹かれてるじゃん。続いてのニュースです。有名彫刻家に長蛇の列です。すごい、彫刻家だ。一瞬で彫刻を作り上げる少女が話題となっています。多くの人に囲まれ、こちらの女性の彫った彫刻は待ち合わせスポットに。その動画は SNS でも反響を呼び、彫刻ちゃんのあだ名で親しまれています。なぜこのようなことを続けているのか聞いてみました。すみません、少しお聞きしたいのですが。殺したい人がいる。なんでモザイクかかってるの？容疑者だからじゃないすか？
刃渡りは40センチ、首の脈の箇所は入念に覚えさせられた。あとは生物の解体の仕方も学校で習った。もっとまともなコメントだったら外れてたんじゃ。また別の罪で捕まるぞ。続いての特集は、野宿を繰り返す野宿少女の実態に迫ります。学校に行っていない、そんな少女の行く先を追いました。すいません、テレビゴールドコードのものなんですけど。さすが柄悪っ。私よりひどい。いや、家出とかじゃなくて好きで住んでるんで。学校は行っていないって本当ですか？いや、今は行ってるし。少女のテントの中を見させてもらった。そこにはまだ生温かい食事の跡。ゴミ箱で拾ってきますよ。まだ食えるもんもみんな平気で捨てるんで、ハンガーは便利ですよ。これ針金ばらして棚にもなるし、余計追い払う時の弓矢にもなるし、シャワーは海辺の使ってます。水も公園の水道で足りますし、別に不自由してませんし、昼の食事はだいたいここで食います。そうして少女が案内してくれたのは近所のスーパーだ。本来ここでの食事は認められていない。いや、やってねえって。金なら払ったじゃないすか。いや、だから子供が腹すかしてたんで、その子にあげましたよ。立ち食いダメなら書いとけし。ひどい。嫌なことでもあったのか？すげえ前のやつじゃないすかこれ。今は違うって。うわ、だるいすけど。あ、事務室に連れてかれてる。あれ、まっちゃん、レジ通した？市場なのだからそこで食べて構わないだろう。あれ、私が常識外れなのかな。あいつら秘伝すよ。夜中にわざわざライトピカーって照らしてきて。速報です。金紐銀行に強盗です。本日正午過ぎ、男が集団で刃渡りおよそ10センチのナイフを女性行員に突きつけており。はぁ、あ、さて、やるか。うん。大将、ごちそうさました。おう、頑張ってな。頑張ってください。どうしよう、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 どうしよう。ちょっと通ります。よかった、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 よかった。やったぜ。免許更新しないとっすね。地球の銀行はセキュリティがなってねえな。盗み放題じゃねえか。マジ無理。金紐銀行に強盗が入ってもよ、警察も手出しできないみたい。なんか助かったんだけど。我が宝剣抜くまでもない。おお、巨大怪獣が会場に。おっ、本なんだと。どうしよう。今女の子が怪物の方に向かっていったような。3枚におろす。うわー、倒れてくる。怪物が3枚おろしに。怪物の3枚おろし、調理開始。楽しみ。燻製にしよう。オッケー、いただきます。この世界は私のもの。いやー、マルコと銀河流。いい腕になった。やっぱモグリの医者は腕がいいな。20万銀河ドルだ。てめえがこの星にいんならもう一度戻ってこなくて済んだのによ。腕直してどうすんだ。また現役に戻るのか。さすがに無理なことくらい分かってる。体がでけえやつは盗みには向いてねえ。お前が買った子供、マルコって言ったな。ああ。人間なんてスペック高くねえし、素材にした方が価値あっただろ。俺の勘だよ。あいつは体も小さいし、何より指にタコがあった。ガキの頃から何かに打ち込んでたんだ。それを盗みにすり替えてやった。そしたらどうだ、みるみる覚えて、今じゃ現役の頃の俺といい勝負だ。伝説のヌスッドワニが子供ね。どうだい、
10年育ててみて。ワニが人の親にはなれねえ。それに今は反抗期と思春期の真っただ中だ。あいつは親を探しに来てる。この星に羨ましいよな。探したいものが探せるやつは。あら、非常食。ぶひ、二人はここで待機。あら、マルコじゃない。また盗んできたの？ぼちぼちっすな。おお、マルコ。今度俺の宝探してくれよ。報酬次第っすな。あ、すいません。もしかしてドスゴロ？それなら奥にいるわよ。時間通りじゃねえか、マルコ。やったか。うっす。世の中には悪いヌスットといいヌスットがいるが、俺様の言った通りのものをちゃんと取ってくるおめえはいいヌスットだ。じゃあその代わりに約束通り欲しいものが。ああ、いいぜいいぜ。この店の宝何でも一つ持っていきな。あっちゃんを返してもらいたいんすけど。あっちゃん、ああ、あの竜か。おい、へい。あ、マルコ、やっほー。はあ、能天気だな。ガム食ってる場合じゃねえっすよ。ここ幸せの国。羨ましいけどさ。ほら、迎えに来たから帰るよ。わーい、帰れる。待ちな、お前らは俺様のファミリー、ドスゴロファミリーのもんだ。こいつを渡したらお前はどっかに行っちまうだろう。どこに行こうが私の勝手っしょ。そいつはちげえ。俺様のファミリーとして永遠にここにいるんだよ。次の仕事だ。ニュース見たか？ニュース？最近一つ灰惑星が生まれた。俺の仕入れた情報によれば、あの惑星には宝がある。ほう、面白え。面白えじゃん。灰惑星は鉱物だし、行きますよ。その代わり、もし取ってきたらこいつをやる。うん、誰？バカ、おめえだよ。おめえを一さらいから買ったときセットでついてきた。金の方が嬉しいんすけど。いや、バカてめえ、おめえの母ちゃんだぞ。母ちゃん？お袋だ。うん。あ、ってことは自分人間から生まれたんすか？当たり前だろ。竜から生まれたのかと思ってた。あっちゃん笑いすぎ。ここ幸せの国。わかったから、早く出てき。トレジャーハンターとしててめえは一流だと思うぜ。うん、今まで宝と呼ばれる宝は全部見つけてきた。でもよ、お袋ってやつはまだ見つけたことがない。そう言われるとなんかムカついてくるもんすな。自分には見つけられないとでも？できんのか？当たり前じゃねえすか。地図さえありゃどこにでも行ける。決まりだ。その代わり、そいつは先にいただく。ああ、んたはずる賢いワニだし、それにこいつはまだ見たこともねえ宝の地図ってことっしょうが。て、もっと感動して泣き出すのかと思ったぜ。でも記憶も全部飛んじまってるしな。ありがたみがねえわ。このガキもなんかムカつく顔してるし。おめえだぞ。まあいいわ、面白えじゃん。私だけの宝の地図ってことっしょ。行くぞよ、あっちゃん。わーい、旅旅、万歳万歳。当たり前じゃん。
もし失敗したら、あの星に何もなかったら、その時はここで暮らすんだ。ここがお前の居場所だ。行くよ、ハラ。あっちゃんも非常食も乗った？乗った。おひ、よし、銀河の果てまで食費を稼ぎにブルンブルン。ここに戻ってきたのは親心か？そんなんじゃねえよ。10年も投資してきたやつがただの生クラになっちまうかどうかの瀬戸際だ。あいつが強かったのは守りたいもんがなかったからだ。この星でそいつを見つけちまったら、あいつは間違いなく錆びる。だったらそいつを先にぶち殺しちまおうってな。あいつの価値が下がらないようにさ。これこそ親心だろ。シャー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 。歯医者さん、あっちゃんの定期検診に来やした。やべ、ドスゴロじゃん。うわ、よせ、その口を閉じろ。石をよこせと言いたいところだが、一時休戦だ。めんどくせえのが来て。なんか話題っすよね。今までどこにいたんだろってくらい有名人。隣の銀河、アスタロトの一族はそこに生き物が生まれないことが悩みだった。だからこっちの銀河に来て強奪。盗まれんのは嫌だろ。パタ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 。アスタロトの餌があるって話だ。ああ、はっちゃんのことか。アスタロトの娘。そいつを直ちに監禁しろ。縛り上げて拷問だ。そいつはできねえよ。あの子は父親を殺したがってる。むしろ味方。お前、そんなの信じてんじゃねえぞ。やっぱこの星来てからヤワになってんじゃねえだろうな。おい、親子喧嘩はそこまでにしろよ。はぁ、親子じゃねえし。いいか、この町が戦場になる日も近え。何を信じるか考えとけ。あんまなくなってほしくねえんだよな。闇医者には便利な星だしさ。来い、銀河流、定期検診すっぞ。痛い？絶対痛くねえに決まってんだろ。パタ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 。おい、逃げんな、こら。助けて、非常食。おひ、じゃあな。てめえもやること終わったら、とっとと戻ってこいよ。てめえの家は、銀河にあんだ。ふん。何が家だっつうの。テントじゃいかんのかね。便利だし。どこにでも張れるし。あん。うん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 。こんにちは。今日も先に食べちゃうのね。ブヒ。あら、豚ちゃん、可愛らしいのね。お名前は？うん、非常食。非常食？ピンチの時これを食うんすよ。まだ食ったことないけど、ま、非常食。ブヒ。あらあら、かわいそうじゃない？ブヒ。でもおばはんのコロッケあるからしばらく平気かな。あん、うんうんうん。はい、60円になります。ん、あ、すんません、先に食っちった。その子も食べてるから120円ね。ん、あ、手のかかるこっつーか、食費だけ無駄にかかっていけねっすわ。私にも子供がいるからわかるわ。よく食うんすか？それがね、意外と残しちゃうのよ。たくさん食べなきゃダメよって教えてるんだけどね。みんなあなたみたいに元気に食べてくれればいいんだけどね。
うん、めっちゃ食べれる自信あるっすよ。なあおばはん、私はさ、おばはんみたいな、うん、どうしたの？うん、うめえ飯の人が母親だったら、なんだろう、いいなって思ったりもするんすけどね。あら、ありがとう。うちもあなたみたいに元気に食べてくれる子だったらいいなって思う。じゃあ、うちにもいるんだけど、男の子なんだけどね、とってもやんちゃで。マルコと銀河流。よく見てよく見て、クッキー、やった、逆転ホームラン。とにかく遠くへ飛ばしたものの勝ちなのさ。あっちゃんすごーい、敵ながらあっぱれ。どうします副監督？監督が決めてちょうだい。責任重大だな。このスポーツのルールは複雑回帰、覚える時間などないわ。ゆえにやりながら覚える、これこそ体育の本質。ソフトボールじゃなくてよかったの？どうします監督？では私が、1番バッターと5番バッターが携帯番号交換してる間に3番バッターを出します。お願い、3番ガッチャン。遠くへ飛ばせばいいのだろう。体育、すなわち実戦演習といえど、命をかけてやるべきだ。行くぞ、お前たち。一人で行くんすよ。冒険シーラカーンス。いや、バットでやるんすよ。はい、これドンキか。いいだろう、投手よ、名を名乗れ。ヨルムンガンド博は、お前だけは倒す、来い。はー、そんなルールねえよ。安心して、この戦いやらせてもらう。さては爆弾を仕込む気だな。さすがにしなくね。ふっ、来い、我が手に一役の鈍器。缶詰一杯の水を飲み干すよりも安く打ち取ってくれる。うなれ鈍器、これが私の答えだ。ストライク。砂が目に入った。無風だったぞ。無風だったよ。いや、私は風を感じる。この風は血なまぐさい、未来から吹いている。そう、お前の未来の血の、未来のなまぐさい血のお前だ。ストライク。まずいよガッチャン、集中して。でも熱いのは評価できるわよね。ごめん、今カワセ見てる。熱く見なさい、あなたもカワセ熱く見つめなさい。次で仕留める。あれはボールが5つ。楽しそう。くっ、どれが本物だ、惑わされるな。5つっていいんでしたっけ？いや、反則だ。でも5個同時に投げた。ふぅ、ちょっとだ、今すぐ息の根を止めてやる。おいおい、乱闘だよ。今週で何回目だ。拳で決着をつけてやる。野球って面白いね。果たしてこれは体育なのでしょうか。乱闘を大きな目で見れば体育よ。てめえら、ルールを守れ、ルールを。やばい、ルールマンチョだ。キャッチャーをやっていた桜子パイセンがついにぶち切れた。はい、次マルコの番だよ。僕がキャッチャーをするから。敵チームだね。よし、打ったるぞ。マルコ、相手にするだけ無駄だ。今すぐ走って腹部にパンチだ。なあ、あっちゃん、
バッターボックスで言うことじゃないかもしれないけどさ、宝の地図も揃ったしさ。え？タイム！あっちゃん、銀河に帰ろっか。え？どうしたんだい急に。宝物は見れたし、あとは満足かなって思うんすよね。自分の目で見なくていいのかい？それは大切な地図だろ。うん、いた！デッドボール！失礼しろ。じゃあ自分一塁に向かいます。そうか、もう見てきたんだね。えっほ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 。いいのかいマルコ、怖いのかい。話をするのが、その宝について知るのが。見たっしょ写真。正直に言えんかった。何回も食ったのに。何が真実かもわからんのに、正直ってなんだって話だけど、母親を知らない方がさ、どこからが母親かわからないしさ、だからいろんな人を親と思えるんじゃないかって。それってお得じゃね。大丈夫だよマルコ、頑張ろう。ブヒ、覚えてなかったら。もし私のこと知らなかったらさ、私も覚えてなかったわけだし、それで向こうも覚えてなかったらさ、それって他人じゃないすか。もし他人だったら、私はどこから生まれたんすかね。心配いらない。その時は僕がなってあげるよ、君の母親に。あっちゃんがね。非常食。ブヒ。そいつは面白い冗談すな。お母さん生きてるのね、羨ましい。ねえラッカ、もしいつか。やめておきなよ。そんな都合のいいものは銀河のどこを探してもないよ。そう。おい見ろ、敵の船団だ。今までのものより規模が大きいですね。爆弾やめて、落とすならネギにして。ちょうどいい小手調べだ。うなれ冒険シーラカンス。景気がいいね